皆さんこんにちは、さよろくのさよです。さよろくへようこそ。今回はベイトー温泉博物館に来ております。ここベイトーは台北の温泉エリアの中で最も有名な場所と言われています。後ろにあります、ベイトー温泉博物館、ベイトー温泉博物館はですね、ベイトーの温泉の歴史を見てきたすごく重要な場所と言われています。ベイトーはですね、台湾の人の温泉街のイメージとはちょっと違うみたいなんですけど、私たち日本人からすると、ちょっとこう日本の温泉街を思わせるような雰囲気が漂う街です。日本人の私としては日本の温泉街を思い出すような、そんな懐かしい気持ちになります。今回の旅はですね、皆さんにベイトーのワンデーツアーをご紹介したいと思います。それではベイトーワンデーツアーでーす。ゴー。あれみたい、銭湯みたい。1913年盖这个公共浴场的时候，就是东亚最大的。一开始在这个温泉乡的时候，其实也是本来从一个很多有钱人哦在洗温泉，然后吊亭等等，怎么样变成一个大众普及的事情，所以这一栋这么重要。日本人花了很多的钱盖一个这么大，比日本国内当时还要大的一个公共浴场，在北投这个地方。テルマエロマン。啊，そうだね。对，就比较是罗马式的。要泡汤的话是站着泡的。整个哦，站着泡。对，他们是站着泡的，它很深，它是用站着的地汤的方式。台湾的好莱坞，当时的台语的电影全部都在这边拍。那因为这边有小桥流水，然后风景非常好，还有火车站。この石、ベイトー石っていうらしいんですよ。台湾台北のベイトーっていうところと、日本だと秋田県、しかないっていうらしい。しかない。しかないらしい。銭湯が再現されています。这里的温泉泉池总共会有三种，就是第二谷的话就是青黄泉，然后硫磺谷是白黄泉，然后沙帽山那边的就是铁黄泉，就会有这三种的区别。这样北投的温泉的源头来泡汤的感觉，你不可能在那个源头泡汤，所以希望大家有这样不一样的感受。台湾的乐器，日本的传统乐器三味线，三味线，三条线。我们的传统乐器两条线，我们用这个来唱台湾的一个民谣。ジョージア菜って何だ？北投特殊的文化，是非常多的有钱人跟商人会来这个地方谈生意，就是一个很高级很高级的享受。因为一次买16道以上，可是问题是其实你吃不完，是先吃这一半，跟老板说我今天先吃一半，这个下次再吃。なるほど。哦，ボトルキープの概念。そう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 。ベイトーにはこの他にもまだまだたくさん見どころがあります。それでは順々にご紹介していきたいと思います。この辺は結構日帰りの温泉が安い価格で入れたりとか、3カ所無料の足湯スポットがあります。こちらが MRT の新ベイトー駅ですが、横に台湾でも珍しい手湯、足湯じゃなくて手湯というのと、その奥にですね、新ベイトー駅の旧駅舎があるので行ってみたいと思います。暑いよ。おお、暑い暑い、ずっとつけられる暑さではないかな。これさ、マスクしてても結構硫黄の匂いがすごいすごいんだよね。暑い。あれは暑いよ。きっと効果
か分かったと思う。あ、そう。なんかちょっと手が綺麗になった感じはするよ。分かんない、気のせいかな。あの、テユの隣にですね、こちら新台東車站という古い建物がございます。 MRT ができる、開通するもっと昔にですね、電車が走ってたらしいんです。そこの駅舎がまだ残っているので、そこを見ていきたいと思います。めっちゃ綺麗ですだ。懐かしい。懐かしいって言ってると年齢がわかるよね。昔の切符売り場だ。ポストカードも売ってるね。台湾に来たらね、絶対ね、市場はね、行った方がいいですよ。すごい面白いから。こういうところでね、みんなね、台湾のお母さんたちは毎日のね、食材をここでお買い物しているわけです。ね、バイクも通るよ、バイクも通るよ、危ないよ。一応ね、中が市場になってるらしいんだけど、超有名なルーローファンとドリンク屋さんがあるらしいです。すごい行列。上の方まで行ってまた折り返して並んでます。大人気。一番有名なのはルーローファン。これ並んでも食べたい。ちゃんと脂身が入ってるんだけど、胃にもたれない、さっと食べられる感じがすごく私は好き。うん、プルプルです。うん、おいしい。肉団子も手作りみたい。うん、わぁ、美味しい。最後のスープ、あ、でもスープのベースはほぼ一緒。市場の中のドリンク屋さんに行ってみたいと思うんですけど、めちゃくちゃコスパがいいと有名なドリンク屋さんです。やるはんでる、すごい。ほら見て、すごくないこれ。 M サイズがこのサイズ、 L サイズがこのサイズ。どうやら 700ml 入ってるみたいです。これが多分 1リットルぐらい。無料茶、ウーロン茶、ウーロン茶とウイ茶、お緑茶が混ざってます。あ、すごいすっきりしてて美味しい。氷の量とか甘さとか全く何も言わないで来たのがこれなんですけど、さっぱりしててこれすごくいい。私すごい好きです。これからの堂々ドリー、ヤクルトと緑茶を混ぜたやつです。美味しい。冬真っ盛り以外の時期は結構暑いので、こういうね、ちょっと甘くてすっきりしたね、味の飲み物がすごく合います、うん、これもしかしたら一人で飲みきれないかもね。これ2杯で60元だよ。安っ安っ。ここはですね、ベイトー図書館。世界で最も美しい25箇所の国立図書館に選ばれた、台湾で初めてのエコ建築を採用した図書館。ビールーク、君も毎日温泉に入ってるのか。毛並みがいいじゃないか。え、すごいこれ。あ、風が来た。暑い暑い。あ、暑い暑い。湯気がすごいです。この硫黄の匂いがベイトーウェイ、ベイトー臭、ベイトースメルみたいな感じの中国語なんですけど、ベイトーに降りるとこの匂いがしてくるみたいな。でもここが一番きついね。温泉タン。こちら半熟ではない温泉卵でございます。塩をパラ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 と振りまして。あ、おいしいおいしい。台湾の人は半熟がちょっと苦手な人が多い。ちゃんと火が通っている方がいいっていう、多分好みに合わせた温泉卵なんじゃないかなと思います。昔軍の病院として使われていた建物だそうです。この病院の向こう側にはチェンチュンっていう軍人さんのご家族が住んでいたようなエリアが
今も残っているということなので、ちょっと行ってみたいと思います。かわいいね、このポンポン。ここ入ります。多分奥に多分さっきの病院みたいなのがあってってことだよね。住民票とか、これ昔のあれか、身分証。そうですね、身分証、卒業証明書。軍人たち結婚するのが難しいということは、好きな人ができて、もし結婚したいなら、先に申請しなければならないみたいで、上司が同意すればできるけど大変じゃん。英語のレコードだ。2000年代に自分の作文誰かに読まれてるとは思わないよね。確かに。这个是台北唯一一个青春保留的。啊。现在开放的地方是只有应该这边的一个部分。这边有五间房子。我们在这里。那个位置上面都在整理，因为我也是这里的人，我们家是这一户。啊，你这里。我其实是那个第二代的媳妇儿。是。对，嫁过来这里差不多有。将近40年的时间，哦，住在这里，对，总共有四个眷村，这山上有四个眷村，我们这个眷村是算最大的。所以现在这个眷村全部都搬走了嘛，因为温泉哈，那个你温泉在的话，有一些电器用品是很快就坏掉。这里的村子的只要是铁的东西，是铁的东西很快就烂掉了，哦，所以现在整个都在整修。なるほどね。啊，原来是这样，很期待，很希望以后再过来哈。啊，谢谢谢谢。新北島まで戻ってきました。おお。秋のオムレツでございます。美味しそう。このね、皮がすごくクリスピーなの。すごくサクサクして美味しい。うん、1個が大きいね。すごい。2人でちょうどいいぐらいの大きさです。ジューシーでございます。いただきます。ああ、うん、おいしい。衣がすごく薄くて美味しいです。ちっちゃい唐揚げ。天ぷらですよ。噛んだ時のサクしなっていう感じがいい。うん、この揚げた天ぷらは絶対買った方がいいと思う。ちっちゃい、鶏の唐揚げ、チャウチーこいって言うんですけど、それと天ぷらのちっちゃいやつ合わせて、こんなにいっぱい盛りだくさんでございます。冷凍の、ね、食べ物はね、すごい安い、美味しい。新平島周辺の一日町歩きをお届けしました。皆さんいかがでしたでしょうか。温泉だけしか楽しめないのかなってちょっと思ってたりしたんですけど、いろいろ見れるところもあって自然もいっぱい感じられたので良かったです。何よりね、米島って食べ物がね、台北とは思えない価格、コスパの良さですので、皆さんもぜひぜひ遊びに来てみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画で、ね、お会いしましょう。バイバイ。